かないぜ。デイブ、前だ。え、あ、この野郎。今日は制服を出す日なのに。ノーザ、バカ野郎、聞く、やめてジャンプ。冗談じゃないぜ。仮病を使ってデートしてただと。殴って気が済むなら好きなだけ殴ってくれ。ジェイジェイ、ああ、そうさせてもらうぜ。大変な目にあったそうだな、ミスター・ゴード。疲れているところすまんが、西部方面軍の作戦基地が攻撃を受けている。すぐ応援に向かってくれ。ラジャー、さっきの見合わせをさせてもらうぜ。情報通信センターで野沢兵を見た。なんだって。あ、いや、なんでもない。いい加減にしろ。あそこは防衛本部の目と鼻の先にあるんだぞ。ノーザンが入り込めるわけないだろう。ジェイジェイ、信じて、あたい本当に。お前の遊びに付き合ってる暇はないんだ。アディから。あ、ああ、あの子、嘘つきアディで通ってる有名人らしいな。何があろうと、俺たちはずっと友達だ。まだジルを紹介してもらってなかったからな。ジェイジェイ、ジェイジェイ、ジェイジェイ。アディに涙は似合わないぜ。あのアホが大事な時にまたとんずらしやがって。コントロール不能、脱出しよう。奴らだぜ。くそー、なんて用意がいいんだ。ノーザの奴ら、花から俺たちを待ってたみたいじゃないか。そうよ、ノーザは知ってたのよ。情報が漏れてたんだわ。ってことは、情報通信センターが、さっきアディが言ってたこと、やっぱり本当だったんだわ。このままじゃマリス軍は偽情報でめちゃくちゃだ。ここは俺に任せてくれ。あった。いいか、アディ、こっから出るんじゃないぞ。一丁上がり。三丁上がり。お、やってくれんじゃないの。じゃあ、行きますね。
ここまでだな、ジェイジェイ。おとなしくジリオンを渡してもらおうか。ジェイジェイ、ダメよ。うるさい。その子には手を出すな。だったら銃をよこせ。くそ。たくドジなガキと友達になっちまったぜ。どうしてくれんだよ、嘘つきアディちゃん。嘘。さあ渡すのか渡さないのか。あーちゃん、トップル。なに。よくもやってくれたな。二人とも蜂の巣にしてくれる。あ、ジャンプアップル。バカめ、同じ手に二度も引っかかるか。なに。もうちょっと早く来てくれよな。抜かせ。アディ、君がいなかったら我が軍は偽情報で大打撃を受けるところだった。ありがとう。嘘つきなんて言って悪かったな。ごめんよ。いいの、あたいもこれから絶対嘘はつかないわ。いいぞアディ。よっと。ジェイジェイ、ジルのことなんだけど。お、ちゃんと紹介してくれんのか。じゃなくて、実はジェジェ、本当にありがとうございました。いや、そんな。今度、ぜひうちに遊びに来てください。え、ぜひ。え、うちに。あ、アディ、この人はジルの旦那さん。なぬ、独身じゃなかったのか。アディ、嘘ついたんじゃないわ。ジェジェが聞かなかっただけよ。なぬ、どっちもどっちよね。いいコンビだこと。こら。